ようございます。杉原愛です。今週は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛ける株式会社 RD フィールズ沖縄の宮城敦代表取締役にお話をお伺いしてまいります。宮城代表は1978年生まれ、西原町のご出身です。ウェディングの現場経験を経て人事領域へ従事、その後沖縄の人材課題解決に取り組むため2022年に人材事業を中心に扱う株式会社 RD フィールズ沖縄に転職、去年4月に代表取締役に就任しました。初回の今日は宮城代表のご経歴や会社の業務内容などについてお話をお伺いします。まずはですね、宮城代表のご経歴から教えていただきたいんですが、はい、ご出身はどちらですか？沖縄県西原町です。生まれも育ちも生粋の内南中になります。そうですか、はい、ずっと沖縄で過ごされてきたんですか？はい、社会人になって28、9の時に1年近く軽井沢で、まあ、立ち上げのお仕事をしていて、まあ、それぐらいですかね。もうあとはもう行ったり来たりっていう感じで、ベースは沖縄で過ごしてます。そうですか、はい、一回じゃあこう県外出られて、はい、沖縄の良さですとか、今沖縄に根付いてお仕事されてますけれども、はい、どういう思いがあって今沖縄にベース作ってらっしゃるんです？はい、やっぱりその28、9、30手前まで沖縄を本格的に出たことなかったので、それまでは沖縄の良さってなんとなくは分かったんですけれども、やっぱり外に出て外から見る沖縄っていうところで、やっぱり沖縄の良さっていうのを改めて感じました。特にやっぱり人の温かさだったり、あとはまあ素直さというか、そういった部分もやっぱり沖縄っていいところだなと思います。そうですか、はい、今のこの代表に就任なさるまでのご経緯も教えていただいてもいいですか？はい、私現職は2023年4月、昨年の4月から着任なんですけれども、その前は沖縄渡部ウェディングという会社で約20年従事してました。はい、28、9から沖縄渡部ウェディングに入って、で初めの10年ぐらいは現場、要はリゾートウェディング の立ち上げであったり、あとはローカルウェディング の対応をしてました。で後半10年で人事領域に移動させていただいて、まあ、そこからですね、採用だったり育成、あとは人事改革、そういったところを携わっておりました。じゃあそういう部分では今のお仕事にもつながるところっていうのはありますかね？はい、特にやっぱりコロナが僕にとっては一番の起点になっておりまして、コロナ前まででは観光業界、沖縄渡部ウェディングも特に学生に人気の職種だったんですけれども、やっぱりコロナを機に観光業界はじめウェディング業界もそうなんですけれども、どんどん人気がなくなっていったと。で、まあ、コロナ禍で約2年半僕もまあリモートをしながら過ごしてたんですけれども、はい、子ども3人いるんですが、ふとこの子どもたちが大きくなった時に、沖縄観光立県と言ってるんだけれども、こんなに観光業界人気がなくていいのかっていうのをふと感じまして、そこからずっとモヤモヤしている中で、今の私たち RD フィールズの会長小岸とお話をして、じゃあ沖縄で人材事業を立ち上げて一緒にやっていこうやっていうところで今に至ります。そうですか。じゃあご自身がこう実際に観光業界で身を置かれて感じられた課題っていう部分が、今のお仕事でもこう役立ってらっしゃるんですかね？そうですね、一昔数年前に出たテレビの報道でもあったんですけれども、やっぱりコロナ禍を経て、まあ、親世代がやっぱり大変な思いをした、でその大変な思いを子どもたちにさせたくない、だからこそ、観光業界にはついてほしくないっていう方々が今半数ぐらいいらっしゃるんですけれども、やっぱりその思いとかを聞くとですね、いやいや沖縄県観光リーディング産業、もっと沖縄県民みんなで盛り上げていこうよっていう思いから、どこまでできるか分からないんですけれども、そういった思いで今、はい、対応してます。じゃあこう人材育成っていうところに着目されたっていうことなんですね。そうですね、人材育成と、あとはその観光業界、特に観光業界の仕事のやりがいですね。特にリゾートホテルだったりホテルマン、一昔前はホテルマンって憧れの仕事だったんですけれども、今どんどんこう、はい、衰退していってるような感じもありますので、まあ、そのあたりをしっかりやりがいを伝えて、まあ、観光業を通して沖縄に貢献できるっていうところをしっかり伝えていきたいなと思ってます。なるほど、
はい、改めてこの RD フィールズ沖縄さんの業務内容についても教えていただけますか。はい、今は観光業界を中心に人材紹介や人材派遣、あとは業務委託で、さらにRPO といって採用代行ですね、そういった業務を行っております。なるほど。はい、今こうコロナ禍を経てこの企業からの依頼ですとか採用の状況というのはどんなふうに変わってます？はい、やっぱりどの業態業種もそうなんですけれども、人手不足、人材不足ということで求人を出してもなかなか来ないという声が多いので、まあ、僕は前職で沖縄タベリング人事領域ずっとやっていたので、まあ、その採用ノウハウだったり育成ノウハウを今私も惜しみなく提供させていただいているような状況です。そうですか。お話は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛ける RD フィールズ沖縄の宮城敦史代表取締役でした。明日のこの時間は会社設立の歴史などについてお話をお聞きします。おはようございます。杉原愛です。今週は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛ける株式会社 RD フィールズ沖縄の宮城敦史代表取締役にお話をお伺いしています。宮城代表は1978年生まれ、西原町のご出身です。ウェディングの現場経験を経て人事領域へ従事、その後沖縄の人材課題解決に取り組むため2022年に人材事業を中心に扱う株式会社 RD フィールズ沖縄に転職、去年4月に代表取締役に就任しました。今日は会社設立の歴史や働き手の価値観の変化、企業から寄せられる相談などについてお話をお伺いします。去年からですかね、代表就任なさってっていうふうにお話されてましたけれども、はいはい、この RD フィールズ沖縄さんの設立の歴史も去年からになるんですか？はい、設立は2022年の10月ですね。いろいろ背景があるんですけれども、今日割愛いたしますが、はい、2022年10月に立ち上げて、当時折原という素敵な男性がいてですね、その男性が中心に行ってたんですけれども、まあ、その後半年後に私も転職入社をして今一緒にやっているという状況です。そうですか。今じゃあこう事業もどんどん展開なさっていると思うんですけれども、はい、今こう中心的になっていらっしゃる、主にやっていらっしゃるこの業務というのはどういう部分力を入れていらっしゃるんですか？これは会社全体として。そうですね、会社として、はい、これは観光業界を中心に人材紹介、あと人材派遣で、RPO 採用代行ですね、この3つを主に行っております。今こう企業さんから何かこういただく相談ですとか課題っていう部分はどういうところが多いですかね？採用は少し置いといて、人材を採用してもなかなか定着がしない。でそれは組織の中でのいろいろな課題ってあると思うんですけれども、例えば5年後10年後のキャリアパスが見えないとかですね、でよくあるのが30代手前での転職って一番多いんですけれども、これ何かというと、社会人1年目就職をして、そこからどんどんと上がっていって、で30歳手前になると結婚を考えるタイミングで、あれこの収入で養っていけるのかっていうところで転職をしていくっていうパターンもあってですね、やっぱりその、初任給からしっかり変えていく、であとはどういう成果を出せばキャリアステップしていく、要は上に上がっていくっていうようなキャリアパスが見えないとかですね、そういったのが、沖縄県内各企業ですね、少し、整ってない会社もありますので、そのあたりの相談が今増えていると。あ、なるほど。結構こう働く方たちの価値観っていうのもやっぱり変わってきてますもんね。はいはい、いや変わってきてますね。やっぱりそのワークライフバランス、これは僕個人的にはすごくいいことだと思っていて、メリハリをつけて、プライベートもちゃんと仕事も両立させるというのは大事だと思うんですけれども、やっぱり一方でその Z 世代って言われている世代も、プライベートの方を重視する傾向に若干あるんですけれども、もちろんそこは大事なんだけれども、やっぱり自分が生きていく上で存在価値っていうのは、やっぱ社会への貢献だったり、そういったところにつながるもの
だと思いますので、そこもしっかりやりながら両立していきましょうっていうのを僕は今の若い世代には伝えていってます。なるほど。反対にこう採用する側としては、うん、まあ、こういう価値観の変化っていうところですとか、はい、そういうところも、はい、捉えながら、はい、いろんなこうコンサルティングだったりそういった部分もこうアドバイスなさってるんですか？そうですね、どうしても人事領域、人事担当者は、まあ、経験値を重視する会社さん組織も多いもので、やっぱり世代が離れていくんですよね。年齢層が上がっていって、で若い世代とのギャップで価値観の違いだったりで、まあ、いろいろな障壁に当たっていくというような部分もありますので、なんとか今の世代の考えを尊重しつつ、会社 のビジョンであったり理念、そういったものをこうアジャストさせていく、そういったことが大事かなと思います。なるほど。皆さんのお仕事、うん、本当にいろんなこう悩みにも寄り添いながら、はい、こうコンサルティング業というのをなさっていると思うんですが、はいはい、こう企業としての強みというのはどういうところにありますか？私たちはもともと僕沖縄渡部ビルディングで、まあ、ホスピタリティ業界で常にお客様に接していて、で、かつ、まあ、人事組織を作っていくという両方を見ていたので、うん、そこのバランスというのが僕は大事かなと思ってます。両方のこう視点が分かるっていうのも大切ですよね、はい、お話は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛ける RD フィールズ沖縄の宮城敦代表取締役でした。明日のこの時間は県内労働市場の課題や RD フィールズ沖縄が主催して今年の7月末に行われた子どもたちを対象にしたサッカー教室レアルマドリードサッカーキャンプについてお話をお聞きします。おはようございます。杉原愛です。今週は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛ける株式会社 RD フィールズ沖縄の宮城敦代表取締役にお話をお伺いしています。宮城代表は1978年生まれ、西原町のご出身です。ウェディングの現場経験を経て人事領域へ従事、その後沖縄の人材課題解決に取り組むため2022年に人材事業を中心に扱う株式会社 RD フィールズ沖縄に転職、去年4月に代表取締役に就任しました。今日は県内労働市場の課題についてや RD フィールズ沖縄が主催して今年の7月末に行われた子どもたちを対象にしたサッカー教室レアルマドリードサッカーキャンプについてお話をお聞きします。沖縄県内の今のこの労働市場の課題っていうのは何かありますか？僕が今一番感じるのは若年層の要はビジョン形成ですね、はい、端的に言うと要は目標夢を持ってない子どもたちだったり学生が多いんですね。例えば僕大学の講義も一部になってるんですけれども、はい、将来の夢ある人って手を挙げさすと30名中5名ぐらいなんですね。それ以外はなんとなく大学に来てで、まあ、専攻を受けてでこれから将来を考えるっていうような段階になっていて、そこをもう少し改善していく、具体的には小学生、中学生、高校生の頃から少しずつ職業選択、よく小学生の時にあったお医者さんであったり、はい、看護師さんだったり美容師さんとか、なんかそういうメジャーな職業だけではなくていろんなお仕事があるっていうことをまずは認知してもらう、知ってもらう、そこから自分の得意不得意で目標にアジャストさせていって進路を決めていくっていうことが大事なんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあ結構こう小さい段階からいろんなこう選択肢があるっていうことを子どもたちが知っておくっていうのも大切なことなんですね、はいはい、どうしても今学校側に一任しているキャリア教育だと思うんですけれども、その学校側に一任しているキャリア教育を我々民間もしっかり入っていって、
お仕事公務員だけじゃないんだよと、いうところも伝えていきたいなと思ってます。なるほど、はい、今実際じゃあ大学でも講義もなさってるんですか、うん、代表ご自身が。そうですね、はい、もう4年5年になるんですけれども、沖縄県内大学2校と、であと専門学校と、はい、いろんなところで喋、はい、ってます。あ、そうですか、はい、またこう子どもたちと触れ合う機会でいうと、うん、先日レアルマドリード の、はい、サッカーキャンプも行われて、はい、子どもたちとってもこう生き生きしてましたけれども、はい、あれはどういう思いで開催されたイベントなんですか。はい、ありがとうございます。僕実は野球少年なんですよ、はい、で小学校中学校の頃ってもうひたむきにボールを追っかけてたんですけれども、その時を振り返るとやっぱりまだまだ小さかった。小さいというのは自分の行動範囲とか考える範囲が小さかったなという思いがあって、で今回レアルマドリードからも声かけをもらって、まあ、スポンサーを我々提供して、で沖縄で開催できると、はい、あ、これって子どもたちにとって一つ扉が開くんじゃないかなと。要は沖縄にいながら世界に触れるっていうことを経験できる。で特にレアルはスペイン人のコーチなので、はい、スペイン語わからない、僕もスペイン語喋れない、もちろん喋れないんですけど、スペイン語で英語で指導をもらうとか、そういうちょっと小さなきっかけなんですけれども、それが子どもたちに提供できてよかったなと思います。そうですか。でも言葉が違っても子どもたちやっぱり心は通じてましたよね、はい、そうですね。あれってやっぱり何なんでしょうね。僕が感じるのは、それは全国いろんなところでやってるんですけれども、特に沖縄開催がレアルのコーチ陣にも好評で、それ何かって振り返るとやっぱり沖縄の子どもたちって僕は本当に一番の強みだと思うんですけど、素直さ、正直さ、であと真面目さ、はい、そういったところがやっぱりコーチ陣にも伝わって、もうコーチ陣もいつも以上に時間をかけて教えてくれたりとか、最後まで残って質問に答えてくれたりとか、そういった場面もあったので、そこはやっぱり沖縄県民の子どもたちの強さ、可能性かなと思いました。ね、ずっとこう人懐っこく話しかけてましたもんね、はい、うん、そうですよね。一緒に写真を撮るとかね、他のエリアではないらしいんですけど、はい、もう肩を組んでね写真を撮ってとか、で最後までもう捕まえて質問してたりとか、はい、中にはね手紙を書いてきてくれた子どももいて、やっぱりその思いに対する、やっぱそれをしっかり我々大人が答えてあげる機会を提供するっていうことが我々の使命かなと思いました。なんかこういう機会っていうのは今後もこう開催される予定ありますか。うん、はい、実はね一回こっきりの約束だったんですけれども、はい、前回僕自身場に3日間滞在させていただいて、これはなんとか継続したいということで、今レアルマドリードさんにもお願いをして、はい、なんとか冬もで、さらには来年の夏と年に2回から3回は開催したいなと思っています。そうですか、はい、お話は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛ける RD フィールズ沖縄の宮城敦史代表取締役でした。明日のこの時間はレアルマドリードの取り組みを通して子どもたちに伝えたいことや、代表ご自身が大切にされているモットーなどについてお話をお聞きします。杉原愛です。今週は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛ける株式会社 RD フィールズ沖縄の宮城敦史代表取締役にお話をお伺いしています。宮城代表は1978年生まれ、西原町のご出身です。ウェディングの現場経験を経て人事領域へ従事、その後沖縄の人材課題解決に取り組むため2022年に人材事業を中心に扱う株式会社 RD フィールズ沖縄に転職、去年4月に代表取締役に就任しました。今年7月には県内では初となるレアルマドリードファンデーションクリニックと題したスペインのコーチから直接指導を受けることができるサッカークリニックを開催。MVP に選ばれた選手はスペインに派遣されるという特典付きでした。昨日に続き今日はこのサッカープログラムを通して子どもたちに伝えたいこと、そして宮城代表ご自身のモットーについてもお話をお聞きします。
子どもたちにはこうどういう夢とか目標を持つきっかけにしてほしいですかね。はい、いろんな進路夢目標があると思うんですけれども、今子どもたちが考えていること感じていることは絶対に間違っていなくて、その夢将来の職業に就くまで紆余曲折いろいろあると思うんですけれども、その過程だよっていうことをしっかり捉えてくれたらなと思います。あの時大人になってあの時振り返ってみて、あの時サッカーに没頭してたけれども、あれなんか将来美容師になってたとか、それはそれ全然 OK で、このサッカーの経験があったからこそ今がある、だから無駄なことはないんだよっていうことを伝えていきたいなと思います。いや本当に素敵な取り組みだなと感じます。はい、ありがとうございます。はい、一方でレアルマドリードは観光業界にも、一助になっていると思っておりまして、特に2月に観光客がちょっとへこむシーズン、キャンプとか野球のキャンプとかあると思うんですけれども、そういった取り組みの一つで、このレアルマドリードもどうしても観光客がちょっと沈むボトムシーズンに開催したらいいんじゃないかなと。すごい、じゃあ今後の展開というのもいろいろ今考えてらっしゃるんですね。はい、いや本当に今後も楽しみにしております。はい、ではですね、社長ご自身のこともお聞きしていきたいんですけれども、なんかこう社長ご自身がモットーにされていることですとか、こうピンチに陥った時に大切にされている言葉とか、何か思い出す経験とかってあります？なんか急に言われてパッと出てこないんですけどなんくるないさっていう言葉ありますよね。なんとかなるさ、僕はなんとかなるさの前にマクトゥソーケーなんくるないさ、要は正しいことをやっていればあとはもう手に身を任せなさいっていうフレーズって僕は受け止めてるんですけれども、やっぱり普段の生活だったり普段人と接する時でもやっぱり誠意ある対応していればなんとかなるんじゃないかなっていうことがありますので、それが今パッと浮かびました。でも本当にいい言葉ですよね。そうですね、よくテレビ番組とか方言の番組とかでもなんくるないさなんくるないさだけ取り上げられるんですけれどもちょっと一歩引くとマクトゥソーケーっていう言葉が実はあるんだよっていうことも伝えていきたい。なるほど、しっかり誠意を込めておけばどうにかなるよ、っていうことですよね。いや本当に沖縄の、素敵な言葉だなと思うんですけれども、社長にとっての今のお仕事っていうのはどういうものになってますか？僕のやりがい生きがいになっています。よく言われるというかよく皆さんも使う言葉なんですけど、沖縄が好き、沖縄県民特にアイデンティティが深くて、自分の、地元が大好きっていう方が多いと思うんですけど、僕は特に沖縄が好きで、沖縄を生涯離れたくもない、それぐらいやっぱり沖縄をさらに成長させていきたいですし、世界の沖縄にしたい、でかつそこで生活する過ごす人材、沖縄の子どもたちで僕たち世代も含めてもっともっと世界日本全国で活躍できる、そういった人材をもっと輩出できたらなと思っています。お話は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛けるRD フィールズ沖縄の宮城敦史代表取締役でした。明日のこの時間は仕事のやりがいやモットーなどについてお話をお伺いします。おはようございます、杉原愛です。今週は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛ける株式会社 RD フィールズ沖縄の宮城敦史代表取締役にお話をお伺いしています。宮城代表は1978年生まれ、西原町のご出身です。ウェディングの現場経験を経て人事領域へ従事、その後沖縄の人材課題解決に取り組むため2022年に人材事業を中心に扱う株式会社 RD フィールズ沖縄に転職、去年4月に代表取締役に就任しました。
今日は宮城代表にお仕事のやりがいを感じる瞬間や今後のビジョンなどについてお話をお聞きします。一番このやりがいを感じる瞬間というのはどういう時ですか？これはうちうちですけれども、メンバーが生き生きしている時ですね。今私たち創業まだ3年にも経たない、まだひよっこの会社なんですけれども、で、今観光業界に一石を投ずということで人材紹介派遣 RPO でやってるんですけれども、まだまだ認知もされてないですし、まだまだ広がってもいません。なので毎日が必死にやってるんですけれども、そんな中でやっぱりメンバーが一つの目標を達成したとか数値目標を達成した、それを喜んでる姿を見ると、あ、これがそのメンバーの成長にもつながってるし、その成果が沖縄のためにもつながってるっていうところがパッと見えた時が、僕は一番やりがいがある瞬間です。素敵ですね。結構こう社内の雰囲気も明るい雰囲気が伝わってきます。そうですね、僕が結構こういう、今はなんか真面目に喋ってますけど普段はもっとラフな感じなので、いつも社長ってバカにされるんですけど そうですか。でもそんな雰囲気の中でやってます。いや、皆さんが生き生きしてるっていうのが一番ですよね。実際にこの一般の企業の方からいろいろご依頼っていうのは随時受けてらっしゃるものですか？そうですね、どうしてもやっぱり沖縄なのでネットワーク誰々の紹介を通じてということもあるんですけれども、もちろんホームページ上で問い合わせ先も展開しておりますし、電話一本、名刺もいろんなところでお配りさせていただいておりますので、電話一本いただければすぐに駆けつけてご相談に乗りたいなと思います。はい、心強いです。改めて今ラジオを聞きの方に、どういうお悩みがある方にお手伝いができるかというところの PR もお願いしてもいいですか？はい、ありがとうございます。大変僭越なんですけれども、僕は十何年人事領域を採用育成定着という領域で携わってきました。前職沖縄渡部ウィディングでは学生からの人気ランキングを2位に上げたり、で新卒採用領域ではマイナビ主催の全国のアワードがあるんですけれども、それをに1位を獲得したりといろんな取り組みをやってきました。その成功事例を沖縄県内の各企業様にも情報提供をして、一緒になってこのベースを上げていきたいと思ってますので、僕が持ってるノウハウであったり情報というのは全て会社主義なく提供させていただきたいので、人事領域、人材領域でお困りの方はぜひお問い合わせいただければありがたいです。はい、わかりました。では最後になりましたけれども、今後の活動に向けたビジョンですとか意気込みも聞かせてください。はい、ありがとうございます。最後になりますが、僕ら沖縄県内で RD フィールズ沖縄という人材に関わるお仕事をさせていただいておりますが、あくまで人材というのは沖縄観光にとって必要不可欠な部分を担っていると思いますし、どんなに AI や DX が進んだとて最終的にはやっぱり人が関わるお仕事はなくならないと思っています。その人材に関わるお仕事を半永久的に継続的に行っていきたいと思っておりますので、どこまでやれるか正直分かりません。来年潰れているかもしれません。それでも僕はこのことを言い続けたいですし、少しでも賛同いただける方がいらっしゃれば何か一緒に協業もできたらなと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本当にこう代表の地域のためにという熱い思いが伝わってきました。ありがとうございました。 RD フィールズ沖縄では随時一般の企業からの相談案件なども受け付けているということですが、詳しくは RD フィールズ沖縄の公式ホームページ内のお問い合わせフォームから連絡されてみてください。今週のおはようインタビューパート2、お話は採用支援事業やコンサルティング事業などを手掛けるRD フィールズ沖縄の宮城敦史代表取締役でした。